ケチケメート、ケチケメート、地元の発音ではコックスケメットともは、ハンガリーの都市。バーチキシクン県の県都であり、国内第8位の都市である。コダー・イゾルターンの出生地である。ケチケメートは、ブダペストとセゲドの中ほどに位置し、どちらからも8 6トルほど離れている。国内を流れるタイが、ドナウ川とティサ川の両方とも等しい距離にある。 ケチケメイトの町周囲に人が定住した最初の後は5000年ほど前に遡る。サルマ大人が町周辺に侵攻したのは紀元前1世紀頃である。町の歴史を初めて書いたホルニクヤーの詩はサルマ大人の定住地パルティスクムがここのどこかにあったと仮定するが完全な定住地となったのは侵攻からわずか後のことのようである。13世紀の初め頃。 国中のどこにでも見られたように、人々は教会を中心にして、人口200人から300人の7つの村を形成していた。しかし、その暮らしは、モンゴル人のヨーロッパ侵攻で破壊された。村のいくつかが、クマン人の植民地化の際復興した。ケチケメイトは重要な通商路上に位置したことから、税関や市場の場所として、 周囲の定住地の中からすぐに突出するようになった。ハンガリー王・ラヨシュ一世によって特権が与えられ、1368年に町となった。ケチケメイトの発展は貿易、そして市場のある町としての重要性を持つ地理的に好ましい状況のためであった。後世経済の繁栄が人口の増加につながった。オスマン帝国の振興時代は、 新たな発展の時期を意味した。近隣の町村の住民たちが、終わりのない戦火やスイーパーヒー領主の抑圧から逃れて、野来に守られたケチケメイトへ移ってきたのでや。ケチケメイトは、絶え間ない抑圧から守られていただけでなく、その特殊で、排他的な町の状況からも、自然と守られていた。ケチケメイトの町は、ブダにいるパシャに直接税金を払い、当時パシャの庇護を得ていたのである。 ケチケメイトは、徐々に、町の壁の陰にある土地を吸収していった。これらの土地では有名な家畜の放牧が行われていた。18世紀初頭には、約3万頭の牛がほぼ2万平方キロメートルの牧草地で放牧れていた。1710年、オーストリアの支配下に入った。18世紀終わり頃に、家畜の育種が衰えを見せ始め、 ほぼ100年間その他の経済成長となるものを必要としていた。18世紀最後の10年間、ワイン用ブドウの病気が地域の丘陵地帯にあるほぼ全てのブドウ畑を壊滅させた。その打撃は緩い砂地帯においては少なくとも深刻でなかった。1870年代には広大なワイン用ブドウ、栽培を経済基盤とする栽培場が町周囲にあり、 20世紀初頭には成長が見込めるものとなっていた。この家庭が当時町の周囲を特色づけていた田舎屋の集合する、村落という構造の基礎となった。19世紀中にすでに重要なワイン生産地となっていた。アプリコットで作ったブランデー、バラツクパーリンカは現在でも知られている。やがて急速な食品加工業と貿易企業の成長を招いた。 首都での金の増殖は農民階級の間からブルジョワ階級を生み出すことになり町の急速な成長の財政基盤を作った。ケチケメイトの中心広場はこの頃に作られた。広場を囲む建物は当時のアール・ヌーボー様式で建てられた。町長,長者が19世紀が終わる1900年に完成し新しい寄宿学校は20世紀に入って最初の都市に建てられた。 この目を見張る成長が最初に打ち砕かれたのは1929年に起こった世界恐慌の時であった。第二次世界大戦と戦後の新しい共産主義体制で完全に状況は変わった。ケチケメイトの成長は1950年代を終わりには妨げられていた。しかし新たな方策が見つかった。ケチケメイト地方政府における再編の結果により、ケチケメイトは 歴史的に町の一部となってきた広な土地を失った。新設された新たな村々は今も町との密接な関係を保っているが、当時から村々は独立した生活を歩み始めたのである。1950年、ケチケメートはバーチキシクン県の県都となった。これをきっかけに町は経済を監督する特別制度において政治的、財政的に有利な立場となった。 2017年7月6日、日清食品、ハンガリー日清の工場が市内に完成。ケチケメイトは、広大な砂地と砂質のオードとが混ざり合う場所にあり、標高は120メートルである。市の西部は、吹きさらしの砂で覆われ、南北に平行する砂丘とそれらの中にある平野とで、特徴を付けれる。18世紀終わり頃から19世紀初頭、牧草地の地味が、 多くの場所で衰え、自然の植生を破壊し多くの場所で砂が移動したことから、町は深刻な打撃を受けた。風で吹きつけられた砂は後に植林と果樹、ワイン用ブドウの植え付けで止められた。ケチケメイトの気候は、大陸性気候で温暖で乾燥しているが時に極端な温度変化をする。日照状況が良好なため、小麦、アプリコット、赤ピーマン、 トマトといった特産品の生育を可能にする。ケチケメートで最も暑い月は7月で、平均気温は摂氏20.9度である。最も寒い1月には摂氏1.9度を記録する。初春と晩秋の霜は大ハンガリー平原でしばしば起こる。霜の傾向は例年4月中旬からなくなり、10月第3週から気温摂氏0度を下回ると発生する。 ケチケメイトは国内で有名な地域キシュクンシャーグの中心にある。キシュクンシャーグ国立公園は1975年に設立され多種の植物、動物を保存している。2001年度調査でケチケメイトの人口は10万7267人だった。大多数の95%をハンガリー人が占める。少数派のロマ人が0.8%おり、彼らは 独立した少数派議会を1994年に形成した0.24%がドイツ人0.2%がスロバキア人4.8%がその他である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。